祭日和だわ。おはようございますお坊ちゃま。おはようセバスチャン。お早いお目覚めですが、今日は何？ねえセバスチャン。何ですかお坊ちゃま。その呼び方そろそろやめていただけないかしら。私も子供じゃないし。でもお名前で呼ばれるのはお嫌いでしょう。何とお呼びすれば。お嬢様かしら。はい、お坊ちゃまが私のことを上だと呼んでくださるなら考えましょう。でも私にとってあなたはやっぱりセバスチャン。私にとってもお坊ちゃまはお坊ちゃまです。そうよね。不在がちな両親に代わって赤ん坊の頃から面倒を見てくださったこと感謝してるわ。ご主人様と奥様には相当恨まれていると存じます。どういう教育をしたのかと。父と母とにとって私は一族の恥ですもの。私の身勝手のせいであなたまで嫌な思いをさせてしまってごめんなさいね。とんでもございません。あんなに内気だったお坊ちゃまがこんなに立派な淑女に成長されたことを私は誇りに思っています。ありがとう上田。いいですよセバスチャンで。まあ素敵。忙しくても手入れを怠らなかったご褒美ね。白は嫌いだな。清楚なふりをして何色にも染まる。俺を一番誘惑する色、奪わずにはいられなくなる。ジョージったら。イザベラ、君は青いバラの成果を見たことあるかい。いいえジョージ、青いバラは専門家にも生み出せなかった幻の花だもの。そうだね。だからブルーローズという言葉にはこんな意味もあるんだ。不可能。ジョージ、これどうしたの。どこで手に入れたの。簡単なことさ。店で買った白バラを染めたんだよ。そうよね。嫌だわ、もう少しで騙されるところだったわ。俺は科学者を目指してるわけじゃないからね。ひとときの夢を見せる詐欺師でいいんだ。芸術の世界には不可能なことは何一つないさ。あのドレスには青いバラが似合うと思わないかい。カロライン。わー。体調はどう。うん、良くなったよ。食べ過ぎないよう気をつけていたくらいにね。一日食べ過ぎたくらいじゃ太らないよキャロライン。でも腹出た。腹。楽しそうだね。開封したいね。今日はショーでバタバタしちゃうけど、学祭は明日もあるから明日ゆっくり楽しめば。うん、そうだね。あ、でも賞が取れたら明日の受賞式の賞があるからバタバタしちゃうか。そうなんだ。じゃあ明日もバタバタであることを切に願うよ。バタバタだね。それ、美和子ちゃん、どうしたの？え？青いんですけど。おいジョージ、今日こそ言わせてもらう。あのな、お前の価値観は絶対おかしい。服飾デザイナーは夢を売る詐欺師なんかじゃねえ。おい、線量が飛ぶぞ。人様に普通に着てもらえる服を作れてなんぼのもんだろう。芸術家気取りもいい加減しろ。気取ってなんかいないさ。俺は根っからの芸術家なんだ。そういうとこは気取ってんだよ。それにそのバカ王子ルックなんとかしろ。王子じゃなくて伯爵なんだけどな。あら知ったら、こんな大変な時に始める話じゃなくてよ。それにアクセサリーを没収された私たちが悪いんだし。
だからって当日にこんな面倒くせえ作業さすなバカおじ。昨日から準備しときゃいいだろうが。だってさ、切り花は鮮度が命なんだ。増加でいいだろうが。作る時間ないし。買え。わからないやつだな。イザベラが精魂込めて育てたバラだからこそ俺たちのショーに使う意味があるんじゃないか。まあジョージったら。なら白いままでいいじゃん。だいたい俺こういう生き物に色つけるのって嫌いなんだよ。縁日の赤とか緑のひよこみたいで痛々しくねえか。あら知ったら。自分はピアスやらタトゥーとか入れてるのに。俺はお前のそういうピュアなところがたまらなく好きだよ。ピュアとか言うな。みんなさん、モデルさんが到着しました。早坂ゆかりです。よろしくお願いします。ほら幻の青いバラだよキャロライン。うわー本当だ、綺麗だね。すごい本物みたい。なんなんだあのテンションは。こんなに追い詰められてるのに。女の子はお祭りが好きなのよ。なるほど。誰この人、マジシャンみたい。ハト出すな、仕事の邪魔すんな。それじゃリハーサルは俺がゆかり連れて出てくるから、お前らここで作業しといてくれ。ハトは後で食う。任せてジョージ、本番には間に合わせるわ。ねえジョージ、これ水だと落ちないんだけど、ちゃんと洗剤使えば落ちるかな。ああ大丈夫だよ。でも服についたら落ちないから気をつけた方がいいな。うん。しかしこれほんと怖いぐらい綺麗に染まるな。何をどう調合したらこんな美しい青になるのかしら。何も調合なんてしてないさ、ただの原液だよ。何の原液？俺の血液。だからさ、貧血気味なんだ。造血剤分けてよ。いいけどさ、果たして青市の人に聞くのかな？いや。間に受けるな。ゆかり、緊張してない？うん。だって私はドレス着て歩くだけだよ。むしろワクワクしてるもん。それは心強いな。俺は緊張して昨日は眠れなかったよ。そんな可愛い子ぶっちゃって。緊張はないけど不安なら少しあるんだ。ねえジョージ、ショーが終わっても私たちはずっとつながっていられるのかな。ダメじゃん、グランプリ取れたらって言ったのに。取れたら続きやろうな。取れなかったら慰めてあげるわ。ハムル先生。あ、ソーさん。イエーイ先生元気。あなたなんでこんなところに。日本にいんのよ。どうしてもショーが見たくってさ、一時帰国しちゃいました。しちゃいましたって。誰、可愛い子じゃない。ハマちゃん紹介してよ。わあ、モデルの島本なんとか。あら、よくご存知ね。ありがとう。モデルは引退したんだけどね、今はモデル事務所やってるの。ぜひうちの専属モデルに。マジですか。ほらダメよ島本さん、この子これでも将来有望なデザイナーの卵なんだから。彼女はね、去年の2年生のグランプリ受賞者で今ロンドンに留学中なの。へえ、美香子の後輩なんだ。麻生香織です、はじめまして。生まれて初めてのランウェイは思ってたよりもずっと広くて長くて足がもつれた。ただ歩くことがこんなに難しいなんて人生と同じだ。しょうがないよキャロライン、だってウォーキングなんてやったことないんだもん。
ていうか、なんか緊張しちゃって。でもさ、別にプロのモデルみたいにできなくても普通に歩けばいいじゃん。そんなにひどかったのか？少しは練習する時間を作ってあげればよかったわね。私たちドレスのことばかり気を取られてしまって。ううん、ウォーキングの練習なんて私がやっておくべきだったんだ。でもなんかいろいろ忙しくて、追試とか。そうだよね、キャロライン体調だって悪かったし。ダメ、言い訳するだけ嫌われる。とにかく私練習してきます。あ、ミヤコも付き合う。ダメだ、お前にはお前のやるべきことがある。心配しないで、お互い本番に向けて頑張ろう。うん。ゆかり、一時に行動の控え室だ。ヘアメイクに入る。あと30分しかない。でもショーは4時からでしょ。なんで3時間もヘアメイクにかかるのよ。いやいや、やっぱり悪いのはウォーキングを舐めてた私だ。大勢の観客の前でこけたりしたら一生の恥だ。いいんじゃない、恥かけば。まあ最初はみんなそんなもんよ。社長、どうかご指導を。そうさ、急に上手くなんないよ。なんかコツみたいな。コツか、そうだな。世界で自分が一番美しいと思い込むことかな。そんなこと思えない。っていうか、歩き方のコツとか教えてよ。はあ、どうしよう。別に私だけが恥かくならいいよ。でも今日はジョージやミヤコちゃんたちの名誉がかかってる。だから私にとってはどんな一流デザイナーの賞より大切なんだ。だってこの日のためにみんなで頑張ってきたんだから。ごめんね、もしグランプリ取れなかったら私のせいだ。何言ってるのキャリー、競うのはドレスの出来なの。あなたが責任を感じることはないのよ。安心しろ、たとえお前が舞台で転ぼうがお前のせいにはしない。お前を選んだ俺たちに見る目がなかったんだ。ジョージ、情けなくて込み上げてくる涙が喉に詰まって息苦しい。だけど泣くもんか、泣かない。意地でもショーを成功させるんだ。泣くのはグランプリを取ってから。感激屋さんの美和子ちゃんもきっと泣くから。一緒に抱き合って嬉し涙を流すんだ。できた。急げ美和子、あと40分で本番だぜ。なんだ、まだ40分もあるんだ。余裕余裕。バカ、これからゆかりにこれ飾るんだぞ。どうしよう、間に合うかな。出番5番目だし。走るぞ。うん。ごめん、どうせ、あぶねえ。おいおい、なんだい、知り合いかい？ええ、たこ焼き冷めないうちに一緒に食おう。ありがとう、のりじさん。本名津波のりじ、ひろゆきと美和子が育ったマンションの管理人。わからない人は近所の漫画喫茶でご近所物語を読んでのりじを堪能してくださいませ。久しぶりに美和子ちゃんと嵐くんに会えると思って来たのに全然磨けないな。あれ、二人なら今そこ走ってたよ。どこどこ。二人に会いたいならメールで伝えておいたのに。まあ二人とも今日は何かと忙しいだろうから邪魔するのはね。あの二人いつも一緒で仲良しなんだろうね。今や恋仲かな。そうみたいだね。ひろゆき君は彼女いないのかい？いたらノリジさんとなんか来ないよ。私は君とミヤコちゃんが恋仲になるんじゃないかと思ってたんだ。君が彼女を作らない理由と関係あるんじゃないのかな。違うよ。ではなぜに受験の追い込みで忙しいこの時期にわざわざ学園さんに足をほっこんだりするのかね。好きな子がモデルで出るから見に来たんだ。その子彼氏がいるんだけどね。
ひろゆき君、そんな報われない恋をしてると私のように一生独身だぞ。あれやっと、おっと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 、どいてくれどいてくれ。嵐、麻生さん、 C 組の麻生さんがいた。何、んなわけねえだろ、あいつはロンドンだ。おお、いたいた。おい、ジョージ、ゆかりはどこだ。できたか、バラ。で、ゆかりは今、イザベラが隣でドレスを着せてる。え、隣の部屋、男子禁制だよ。私はね、キャリー、物心ついた頃から自分が男であることに違和感を感じてたの。男の子として生きなければいけないことが辛かった。小学3年生の春にクラスメートだったジョージにその悩みを打ち明けたらね、それまで誰もまともに聞いてくれなかった私の話をすごく真剣に聞いてくれたの。それだけでも涙が出るほど嬉しかったんだけど、数日後ジョージが突然家にやってきたの。山本さん、お誕生日おめでとう。宇佐美くん、僕誕生日じゃないよ。冬に誕生会やったでしょ。それは山本くんの誕生日だろ。スバシャン、ドンペリ用意して。プレゼントの箱を開けたら、綺麗なスミレ色のドレスと帽子が入ってたの。小泉くん、これって気に入った？着てみろよ。ダメだよ。なんで？だって僕は男の子だから、女の子の格好なんかしちゃいけないんだよ。そんなこと誰が決めたんだ？そんな法律ないぞ。でもダメなんだ。第一、男の僕がこんなの着て似合うわけがない。大丈夫、似合うよ。ちゃんとお前のこと考えながら作ったからな。あれ、これ子供用のシャンパンじゃん。セバスチャンめ、これ小泉くんが作ったの？ああ、イメージ通りの服売ってなくてさ、服作ったの初めてだけど、プラも作るより面白かったよ。すごいよ、僕もこんなの作ってみたいな。じゃあ今度一緒に作るか。うん、とにかく着てみろよ。ちゃんとできたか確かめたいんだ。嬉しくてドキドキして、でもやっぱり恥ずかしくて、もしかしたらからかわれてるだけかもしれない、笑われたらどうしようと思った。でもね、ジョージが大真面目だったわ。おかしくないかな。かわいい山本、天才か俺。次への構想が湧いてくるな。気がついたら私が大きな声で笑ってたわ。それ以来誕生日は春に祝うことにしたの。私、女の子に生まれることはできなかったけど、女の子の装いをすることで魔法みたいに私の中に希望が生まれたのよ。美しい装いは人に勇気や自信をくれるわ。私はそう信じてジョージと服を作ってきたの。あなたにも魔法がかかったかしら。あのね、ジョージ、私さっき入り口のところで麻生さん。おお、ゆかり。私を選んだこと絶対に後悔させない。誰もが羨むくらい誇らしげに歩いてみせる。
覧のスポンサーの提供でお送りしました。